海道コンサドーレ札幌背番号5番福森明人です。で今日はできるだけ分かりやすくフリーキックについて教えていきたいと思います。自分は、まあ、自分でもよく分かんないですけど、まあ、ボールを2回こう回すんですよ、最初に。で、ボールの置く位置なんですけど、ここに空気穴があると思うんですけど、ここだけちょっとボールの空気の圧っていうのが若干違うので、まあ、そこはなるべく蹴らないようにと思って、まあ、このボールを空に向けてこう置くようにはしてます。自分の力のかけ具合によって、まあ、ここの穴を蹴っちゃうとちょっと違うボールになっちゃうなっていうのが感じ取れたので、それはもっと自分いいキックをしたいので、そこを蹴らないようにしようかなと心がけてます。それで2回回すっていうのは人気的な感じですか？なんか急にやりだしました。いつぐらいかなっていうのは？そうですね、まあ、1、2年前ぐらいからやるようになってちょくちょく決めるようになりました。でそれからもう、それからもうずっとコーナーキックもそうですし、全部フリーキックあるときはやってます。それもやっぱ意識してやってます。まあ自分はだいたい助走をつくときは6歩から7歩ぐらいのところにくんですけど、まあ、ここにまず自分がどこで蹴るかっていうのをちょっとポイントこう掘るじゃないですけど、あとつけて、でここから1、2、3、4、5、6でここで止まります。で、まあ、自分はボールを曲げて落としたいタイプなので、ちょっとこう縦に入ってしまうとなかなかこの横回転のボールしか蹴れなくなってしまうので、自分はちょっとボールの横まではいかないですけど、ちょっとこの斜めのとこにいつもいるようにはしてます。その角度だと曲がりながら、そうです、ちょっと前ぐらいには7歩とか5歩とかっていうのをやりながら試行錯誤しながら蹴ってたんですけど、それで一番自分に合う助走っていうのが6歩から、まあ、6歩半とかだったので、それはいつも意識してやってますね。まあ、ここでもいつもやってるルーティーンっていうのがあるんですけど、まず、まあ、右足は絶対こう前に置いてる僕んで、そこから一回自分の気持ちをリラックスさせるために深呼吸として肩を上げて、トーンと落としてあげて、自分の体の力を全部抜いてあげるじゃないですか。それを意識していつもやってます。ちなみにこのが6本から、蹴るまでの助走の間に何かこう手数も合わせてかけるそうですね、自分は、ま、蹴り方にもよると思うんですけど、ここからこうそのまま一歩行く人もいますし、自分はちょっとなんか下がるじゃないですけど、ここからなんかこうちょこちょこってここの自分の一番いいリズムに入りたいので、ま、フリーキックもリズム大事だと思うんで、自分はちょっとこう見ながら1、2でこうやって蹴るようにしてます。はい、5番で決めた時も助走もだいたい同じですし、だいたい6歩半とか。その6歩半っていうのはさっきこうやって行って一番気持ちいいのが6歩半だったんですか？はい、先ほど取った足の奥に、はい、っていうのもなんか振り方だったり場所の違いだったりとか、
いや、基本的には全て同じとこに置くように意識してます。やっぱりちょっと遠すぎてしまうとこの体が後ろにのけぞってしまうので、あまり力強いボールが切れないですし、逆にこう近すぎてしまうとここのなんていうか股関節で、まあ、ボールは蹴ると思うんですけど、それの周りが効かなくなってしまって、それにも力が伝わらないと思ってるので、なので自分はちょうどしっかり、まあ、でも皆さんが一番蹴りやすいポイントが一番いいと思うんですけど、まあ、自分はしっかり近くすぎず遠すぎずしっかり間ぐらいに置いて、ここの左足のここがうまくこう回るような位置に置くことは意識してますね。多分こんぐらいだと思います、うん、このぐらい15センチぐらいですか。蹴るところも人によると思うんですけど、自分はここがインフロントキックっていうとこだと思うんですけど、ここだとボールを蹴った時に浮いちゃってこの横回転がかかると思うんですよ。だと自分は多分ゴール越えちゃうなと思うので、で自分と思うので、自分はこのインサイドキックっていうところにで蹴るようにしてますね。まあ、それはなんていうんですかね、力が一番伝わりますし、速くて鋭いボールが蹴れるっていうのも自分はずっと練習して身につけたので、まあ、インフロント側で蹴るよりかは自分はこの内側の方で蹴る方がいいかなとは思ってます。これが真ん中だとしますと、すると、まあ、普通の人は多分こう下から入っちゃうと思うんですけど、自分はちょっとこのこれを中心だとしたら、ちょっとこの右斜め下のとこから左上に擦り上げるっていうのをイメージして、自分はこう入った時にこの辺からこう、まあ、押し出すも正しいと思うんですけど、ちょっと押しこすり上げるじゃないですけど、難しいと思うんですけど、力を入れつつ立てつつ足を少し上に上げる、はい、ですね。まあ、こするにはこすりますし、あとはもうこの蹴る角度を決めちゃえば、おのずと足もこのこ足もこうやって出てくれて勝手に回転をかかってくれるんです、ね、あとはもういかに自分の一番いいミートをするかだと思うんで、そしたらまあいいボールが蹴れるんじゃないかと思います。まあ、それでいいポイントに当たった時はそのどこに当たったかとかもちゃんと記憶しといて、そこにいつも当てれるようにっていうのは努力してやってますね。上半身はもうどのキックもそうですけど、この自分は左利きなので、この右手がすごい重要だと思ってて、この右手がこうちゃんと入ることによって、ここから弓じゃないですけど、こう引っ張らして、ここからこうこの力を下に解放してあげるじゃないですけど、この力溜めた力で、あとはもうこの下半身で逆にこう持ってってあげるっていうのをイメージしてます。右手はもうずっとどのキックでも意識はしてます。胸はこう反らします。まあ、多分これがないとこのままだとなんかふにゃふにゃふにゃってなっちゃって、ここにも力が、下半身にも力が伝わらないんですよ。でもこの腕があることによってしっかりこう振り切れるっていうのがあるので、体
下半身も大事ですけど、しっかりここの開きとここに力をためるっていうのがすごい大事だと思います。ここから反った時にこう蹴り上げた時に、これを縮めてあげるじゃないですか。この力を逆にこっちに持ってきてあげると、体も勝手にこう前に向きますし、でそうなったらここで踏ん張らなきゃいけないんで、ここに力入って、でまあ自分的にはここからこっちに力伝えてあげるんで、この上で溜めた力をここに解放してあげる。やっぱりそれをこう蹴ってあげることによって、うん、うまく力伝わるのかなと思います。キックは今のはすごいっすね。一番いいキックでした。あ、今のいいですか。一番いい。そうですね、まあ、自分はディフェンスの選手なので後ろから走ってくることが多いと思うんで、まあ、その走ってる間にどこ狙おうかなとか、まあ、試合前には、まあ、いつもプロの試合だとメンバー表というのがあって、それに名前とか身長とか書いてあるんですけど、まあ、大体今日はどれぐらいの身長なんだろうなとかも見たりして、で、まあ、180cm から185センチぐらいの人たちだったら、あ、これは壁越えれるなとか、まあ、190センチとかがの人がいたらこれはちょっと厳しいかなとかも試合前からもうちょっと考えたり毎試合してますね。で、まあ、実際にこういうフリーキックの場面があった時にもう一度確認して、自分が狙いたい場所に大体一番大きい人が立つので、まあ、それを見てどうしようかなって悩みながら、あとはもう決めたらそこっていう、ここに1点にしっかり自分のベストなキックを蹴るっていうのを意識してやってます。なんかちょっとここでリズム刻みながらも、はいはいはい、まあ、自分一瞬キーパー見るんで、どっちに飛びたいんだろうなみたいな。蹴る前に、はい、この助走の時にこう一回見るんで。あ、この時見るんですか。こうやって一回見る。いつ決めるんですか、蹴る方向って。蹴る方向はもう決めてます。最初から決めてますし、はい、まあ、でもこう見た時に、あ、さっきよりこっち寄ってるなと思って、そこで一瞬変えたりとかします。するんですか、そこで。ですけど大体そうなっちゃうと自分自身に迷いが出ちゃうんで、大体いいボールは蹴れないっていうのがあります。なんで、まあ、いつも見てますけど蹴るとこはもうそこだけって。じゃあここから蹴るとして、はい、どっちを狙うかっていうのはどうやって決めるんですか。どっちかっていうのはやっぱこのボール置く位置が基本一番外の壁から2番目の人とポストを延長線上にしたところなんですよね、基本ボールは。あ、そうなんですか。大体どのチームの壁もそうなんで、
で相手はそういう形で壁を常に置くんです、はい、で、まあ、大体、まあ、その札幌ドームとかだとゴールの色が赤黒赤黒赤黒とかなん でそこで大体あ俺の自分のボールが蹴ったらどんぐらい曲がるっていうのは分かるんで、はい、大体一つその目安を作ったりとかもしたりして、はいはい、でそこの壁があこれなら越えれるなっていう自信があるときはもう壁を越すようにはしてます。ニアかファーかどっち？ニアの壁を越してっていうのはでもこっちの角度は基本壁の上を越そうっていうのはあります、ね、ここだったらもう基本的にはニアの壁の上です。あっちでも、はい、こっちを狙います。ちなみにルヴァンの時はあっちだったじゃないですか。の時は距離がゴールと近かったのでこのコスボールになっちゃうともう結構ゆっくりなボールじゃないと越えないと思ったので。きっかけというかもうその小学校の頃からその少年団のチームの中で自分が一番キック蹴れてたので勝手にフリーキッカーになってたんで、でそのそこからずっと中学も自分が一番ボール蹴れてましたし高校でも自分が一番ボール蹴れてたので、まあ、キックに関して言えば一番上手かったと思います。誰にも蹴らしたくなかったですし、まあ、ここのフリーキックっていうのはやっぱサポーター相手のサポーターもそうですし自分たちのサポーターもそうですしの視線が一点に集まるので、まあ、この空間には誰も入れさせたくないなっていうのはあります。ゴールの自分の狙いたいところにペットボトルとかを吊らしてでそこにいかに当てれるかっていうのを日々練習したりとか小学生の頃からやってましたね、まあ、少し当たらなくてもまずはそこにその辺っていうのでイメージをいいイメージを持つためにそこら辺っていうに蹴れるようにやってけば全然上達すれば何回蹴っても当たるようになると思いますし、まあ、そういうのをしっかりいいイメージを持つのが一番だと思うのでそういう練習をした方がいいと思います。フリーキックに関して言えばそのスタジアムの全部の人の目線が自分に来るのでそういうのも一緒にプロになってそういう経験もしてもらいたいですし、まあ、コーチの方たちはその教えてる子たちが伸び伸びとやれるように教えていただけたらなと思います。自分はもっともっとフリーキックを決めて皆さんに夢とか元気を与えれるように頑張りたいと思いますのでお互い一緒に頑張りましょう。